インディアンクリークはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミレード郡の自治体。インディアンクリークカントリークラブを囲むように41の住宅が立地するゲーティッドコミュニティ。2010年の国勢調査では人口は86人。2000年の時点でインディアンクリーク島はフロリダ州内で高所得者居住区域として5番目。インディアンクリーク島は 北緯25度52分45秒整形80度7分52秒北緯25.87917度整形80.13111度25.87917-80.13111に位置するアメリカ合衆国国勢調査局のデータによれば島の総面積は0.4平方マイル0.04平方マイルは水面2 0 1年時点では 33世帯が所有しているが、うち21.2%が空き家である。2000年には14.3%が18歳未満の子供との同居世帯、50.0%が夫婦で同居し、28.6%が未亡人の女性世帯主。全世帯の14.3%は独居であり、65歳以上の独居者はいない。 1>, 1世帯あたりの平均世帯構成者数は2.36人。2000年時点の人口分布は18歳未満は18.2%、18歳から24歳は3.0%、25歳から44歳が30.3%、45歳から64歳で30.3%、65歳以上は18.2%。年齢の中央値は44歳でした。 2000年時点の住民の世帯収入の中央値は61,250ドルで、家族の収入の中央値は61,250ドル。男性の収入の中央値は46,875ドル。女性は24,375ドル。島民の一人あたりの収入は、平均137,382ドルでした。 家族の21.4%と人口の29.4%が貧困線以下で生活していた。2013年の時点で人口の40.0%のは英語を母国語としていたが、前頭者の32.7%は他のインドヨーロッパ語族を話す。また、スペイン語を話す人は27.3%、合計60.0%が第一言語として、 英語以外を使用する、現在の居住者は次の通り、過去と現在の両方の他の有名な居住者は次の通りです。ありがとうございます。